はい、こんにちは、矢田部です。今日はですね、カーブの蹴り方をやろうかなと。インサイドとアウトサイド両方いっちゃっていいかな。アウトサイド難しそうなイメージがありますね。ラボーナもそのうちやってもいいと思うんだけど、今日じゃあまずとりあえずインサイドからいこう、ね、まずここで簡単に蹴り方、ボールの右足で蹴る場合はこの真ん中からこの辺よね、この辺蹴りたいね、はい、で今の動画を蹴るためにこれ大事なのは足の力だけで蹴らないんですよ、はい、足の力だけじゃなくてここまっすぐ走ってってこのまま蹴るんですよね。でこの部分を走ってって親指でここから真ん中からクッと上に上げる、このままこのまま今コントロールはほぼしてないんだけど、でももう一回いきますよ。靴の中で親指ちょっと上がってる感じなんだよ、はい、もう一回いきますよ。ここまっすぐ走るところからもう一回。こんな間近で見たの初めてですね。まあ、見れないですよね。見れないですね。ここでこの感じよね、はい。下から上に。そうすると上がっていく感じ。だからみんなね、ちょっとここすごい大事なんだけど。みんななんか知んないけどこうなんか足の回転ここだけでやろうとするのね、はいはい、ここだけでやろうとするんだけど、はい、そうじゃなくて走ってってこのまますって回転をかけてあげるイメージなんですよ、ね、この状態で回転かかってるでしょ、はい、で俺ちょっとこういうイメージにしたいけど気持ち俺コーナーで使うんだけど体育時間を増やすために回転数を増やしたいんですよ、はい、だからこんな感じ。今の要するにフリスビーのように今やったのね。回転数を増やしましたと。だからその代わり滞空時間長いけどちょっと遅いのよ。ちゃんとコースを狙ってって言ったらまたちょっと変わってくると。これ左のじゃあ上狙ってみっかって言ったら、うん、あーちょっとごめんよ。今ちょっと違うよね蹴り方ね。ここから対角線への力も加えながら行きたいんですよ俺は、うん。だから押すのも混ぜながらの。こんな感じよ。だから種類がちょっと近くってピンポイントでふんわりで狙えっていうのはまたちょっと話が変わってくると、うん、別にスピード関係ないよってんならあーちょっと今ずれたけど、それ調節はどこでしとるんですか。そこですよね、うん、俺も今どこだろうと思ったよ。だからここで入り方はあんまり変わってない、変わってないよね、気がするんですけど、あそこでと思ったらここで触る浅さかな、深さで違うかもしれない俺は。おちょっとやってみるね、はい、じゃあバーテでって言った時バーテこれぐらい、あの回転数って言ったじゃない、はい、下の部分だけ、はいはいはい、そうするとほら下の方はね円がちっちゃいから回るでしょ、あ少ない力で多く回る、そうなるほど、で、はい、左の上って言って狙うんであればもうちょっと回転数関係なくって回転数をもっと斜めにしたいのよ、はい、だからこんな感じよ。だ今ちょっとイメージで、まあ、ここちょっと失敗しちゃったんだけど、はい、この辺りでちょっと骨の硬い辺りに今当たったんだけど、はい、その辺りを引っ掛けながらもちょっと回転させるイメージはあるんだけどね。この親指の側面ですか、当ててる位置。そう、基本は側面。基本側面で全部やる。調整。そう。で、じゃあこの右上をやるよって言ったらちょっとまた変わるよね。はい。ちょっと違った。左だったらこうで、はい、右上だったらこんな感じになるから、うん。イメージ。右上。こんな感じよね。うん、持ち上げてあげる感じよね。うん、持ち上げてあげる感じ。こういう回転でいくじゃん。ほら。はい。こういう回転のままでもう投げっぱなし的な感じ。はい。ね。で左であれば左側のまあこの辺だよね、
を擦ってあげるといきますよねと。ほぼほぼまっすぐに当てたいよと思ったら、まっすぐのところを右の回転を擦ってあげる。シュッとこういう回転をね、シュッシュッこういう回転をかけてあげると、うん、ここでまっすぐ今行きましたよね、うん、いやこの蹴り方ちょっと確かに分析面白いね。俺はどっちかっていうと試合中ピンポイントで頭に合わせるとかそういうのばっかやってたから、ここで左上って言ってこういう感じのばっかやってたんですよ、うん、なんか矢田部さんの蹴り方見とると、うん、結構膝からの膝下の振り、ああそうそう、結構大事なような、ここだけだよ、ここで後ろに振り上げちゃうと前に回転かけるのは無理でしょ、うん、だからスッてここだけまっすぐの蹴りだったら本当ここだけに回転かけるためにはね、ここでこれ試合中に蹴れるとかなりでかいですね。俺これセンタリングで使ってましたよ、こうやって、うん、ちょこんって、ああちょっと今減ってました、もう一回トーンっていってこういう感じ。これ小学校の低学年とか、うん、まあ、3、4年生、うん、全然蹴れますか？蹴れないね。蹴れ、いや5年生ぐらいからじゃない、こういうのが蹴れるようになってくるのは。まあ好き、なんかやってみる分にはいいけど、うん、あのちゃんと公式球の重さだとねなかなか難しいと思う。力任せになっちゃうから、うん、あの感覚的にはキャンディーボールみたいな100円ショップで売って軽いのでやってみると面白い。ただあれなんだよ、回転が見えるこういうボールがいいよ、はい、柄が見えるやつ、うん、今これで映ってるかどうかわかんないんだけど回転をめちゃくちゃ俺意識してるんですよ、うん、だからそこをちゃんと考えた上で回転が見える形でまっすぐとかカーブという名のまずは狙うところからヘディングのボールとかの高さ調整めっちゃこの回転数でやるんですよ、うん、ね、だからここで当たるよね滞空時間さえあれば結構だってバーはこれっぽっちに対してボールこんな感じですか、当たりますよそりゃ、ね、こんな感じに対してこうだもん当たるでしょそりゃ。俺その感覚がまだ分かんないですけど、ここでほら今当たったよね、ちょっとねかすったけど、うん、かすりましたね、ちゃんとビシッと今当てなかったね、今のこれ出したらねこの状態からすごいですね、はあ、ぜひねやってみてほしいと思います。はい、チャンネル登録お願いします。